こんにちは、ミディアムです。皆さんウイスキー飲んでますか？今日のウイスキーはこれ、いちごポットスチル。父ちゃんにもらってきました。これを飲もうって開けようとしたら硬くて開かないんです。で、飲めねえじゃねえか。あ、失礼しました。今日のお酒はこちら、アイダブルハッパーになります。よろしくお願いします。ミディアムチャンネル。はい、こんにちは。ミディアムです。よろしくお願いします。今日はこちら、アイダブルハッパー、ゴールドメダル。まあ、バーボンと言ったら、アイダブルハーパーというのも過言ではないくらいですよね。じゃあ、いただいていきましょうか。まあ、20ミリずつ入れていきます。バーボンのいい匂いしますね。じゃあ20ミリをコップ3つに入れました。はい、20ミリのトワイスアップと、こちらはハイボール。こちらもハイボールですが、ソーダとペプシを半々ぐらいに入れましょう。やはりバーボンといったらコークハイなんでしょうけど、コークハイじゃなくてペプシハイになってますけどね。はい、トライソップ入れます。うん、やっぱり美味しいですね。樽のしっかりした甘み、樽の味と、まあ、スモーキー感と、まあ、グレーンとか、まあ、あれですね、バニラのような甘み、とてもいいですね。次、ハイボールですね。ハイボールいただきます。あ、美味しい。やっぱりハイボールだと炭酸が下からバーボンの香りが上がってきて、結構美味しいですよね。うまい。最近やっとバーボンの味に慣れてきましたね。はい、それではコークハイならぬペプシハイ、まあ、ソーダ1ペプシ1ぐらいですね。うん、甘くて飲みやすい。うん、やっぱりバーボン美味しいですね。ケンタッキーストレートバーボンウイスキー、アイダブルハーパー、ケンタッキー USA ゴールドメダル。キリンビールが輸入してるんですね。やっぱトワイスアップも美味しいね。うん、バーボンの味がしっかりしてるからやっぱり美味しいな、このもの。やっぱり初心者は、コークハイなんですかね。でも私はツーブってハイボールの甘いですね。はい、それでは今回アイダブルハーパーのテイスティングレベルになります。はい、まずスイートですが、まあ、樽の甘い香りがバニラのような香りですね。スイートが3、オイリーな感じ、オイリーな感じ。ナッツも3、グレーンなフラワーの香り、フラワーが4。樽ですね、樽の感じも、樽も4になりますね。うん、いい匂い。まあ、お気に入りのポイントとしまして、バーボンの樽の味がしっかり楽しめる一杯となっていると思います。はい、次、個人的感想のフレーバーマップの星印は、スモーキーライトになるのではないでしょうか。しっかり樽の風味もありながら、ちょっとフルーティーな香りもしますね。トワイスアップが9、ハイボールが10、
コーク杯が8となりました。総評としましても、とても美味しいですね。バーボン好きな方は、リピガイドは7、星は5つになりますね。本日もご視聴ありがとうございました。